しかして進むくん、ペンダントをなくしたのに気がついてなかったの？呆れた。いくらなんでもぼんやりしすぎよ。前々から林道先生とは反りが合わないというか、私ちょっと目をつけられてたんだ。それにしてもいきなり募集なんてあんまりだよね。そうだねじゃないでしょ。なくした本人が全く気づいてなかったなんて悩んで損しちゃったん。でも私にも責任があるから、檻を見て林道先生に謝って返してもらうわ。それでいいでしょ。そんなわけいかないでしょ。昨日の夜、女の先生が職員室に置き忘れた指輪がなくなって、朝からちょっとした騒ぎになってるらしいんだ。詳しいことはわからないだけどね、その先生というのが林道先生らしいの。天罰だなんて悪いわよ。でも1時間目は林道先生の地理でしょ。彼女どんな顔してくるかちょっと興味はあるな。林道先生の都合ってもしかしたら指輪の紛失事件と関係があるんですか。この手の話の電波速度は高速並みだな。一応イエスと言っておこう。しかし事実関係はまだ何も明らかになっていないし、プライバシーにも関わることだ。君たちも興味本位で詮索するのはやめた方がいいのではないかな。わかりました。すいませんでした。これで引き下がるような鼓姉さんじゃないわよ。後で草壁先生から事件の情報を聞き出してやるわ。いさかいがなくなるとは何よ。私は真実が知りたいだけ。新聞記者失格。いいもんね。なんて言われても聞いてくるもんね。ビーだ。
大量大量。草壁先生、朝の緊急職員会議に同席していたんだって。いろいろと聞き出してきたよ。まずね、亡くなったのは林道先生が身の回りの貴重品、つまり部屋の鍵とかアクセサリーとかを入れていたポーチなんだって。そこよ。ポーチの中には問題の指輪も入っていたらしいんだけど、その指輪っていうのがね、どうやら恋人から送られたものらしくて、林道先生、指輪指輪って泣くわわめくわパニクるわで大変だったらしいの。で、草壁先生が言うには、その林道先生の姿がものすごかったんで、指輪というイメージが強調されて伝わったんだろうって。草壁先生も同じ女としてわからんでもないが、教育者としてはどうもなって言ってた。でもね、私一つ気になることがあるんだ。例の七角ペンダントのこと。亡くなったのは貴重品を入れるポーチよ。もしペンダントをポーチにしまっていたら、一緒に亡くなったってことよ。ああ、そうかじゃないでしょ。あれを進むくんに返すまでは、私は枕を高くして眠れないんだからね。緊張感ないんだから。でも、いいこと思いついた。進くんの取材も手伝うけど、それと一緒に私この事件も追うわ。手がかりを見つけてやるわ。そしてペンダントも取り戻さなきゃね。いいかしら、お二人さん。うん、ほら、例の林道先生のポーチ紛失事件って聞いてるでしょ。たけし君、何か情報掴んでない？
レシ君なら何か知ってると思ったんだけど、残念ね。大きなお世話よ。まともに付き合っちゃ。たけし君も女性のプライベートな部分を詮索するもんじゃないわよ。しかし参っちゃったな。ここでも収穫なしか。七角ペンダントがポーチに入っていたかどうか未だにわからないのよ。そんなわけいかないでしょ。私がペンダントを没収されなきゃこんなことにはならなかったんだから。そう、いいわよ。でしょ。毎日遅くなるわけにはいかないし。うん、興味がないわけじゃないんだけど。気がするわ。
でもゆっくりじゃないとできないし、周りの人に迷惑かけるんじゃないかって。私、そんな、いいお母さんになって。いろいろあるものね。中にはわけのわからないものもあったけど。進くん、取材メモはちゃんと取れた？なんだか頼りないわね。じゃ、秘密兵器を出すか。ほら、アキちゃん、出番だよ。アキちゃん、記憶力すごいのよ。一度聞いたことは一言一句忘れないんだから。そんな、私記憶力に自信なんかないよ。まあいいからいいから。さあ始めて、アキちゃん。